コロナショックが引き起こす世界恐慌への幕開けで、本当にいつ収束するのかっていうのがわからないっていうのが今回の一番のね問題点かと思います。本当にね、この程度で収まるのかなと。で、私自身は、もっともっと悪くなっていくと思います。で、なぜ私も諸角が強行まで行くんだろうと思ってるのが、まあ、3つの大きな爆弾があるわけですね。実際日本の金融機関もたくさん買ってるんですね。本当にね、我々としてまずね、自分たちをどう守っていくのか、そしてこれからの将来をどう生きていくのか、アクションに結びつけていくニューノーマルですね。今まで起きてないことが全く新しい世界になってしまう。その世界というのは、まあ、経済にとどまらず、それこそ生活習慣や本当に文明までも変えてしまうような時代。経済に関してですけれども、間違いなく今後このままできるような仕事に就いている人は辛い時代がやってくるんだろうと思います。まあ、今までは当たり前のように、ね、会社に、月曜日から金曜日まで行って土日がお休みってなりましたけども、それが在宅でね、そういったワークスタイルの変化が当たり前のように起こってくる、ね、生活の習慣も大きく変えてきてるわけですよね。ニューノーマルになった時に何が問題かっていうと、今ある二極化ってね、本当に大きな社会問題なんですけども、それがますますやっぱり広がっていくとやっぱり思わざるを得ないんですよね。で、投資家目線で考えた場合には、以下の3つです。サイクルごとに、そこの時点で投資をすべき対象というのは変わってくるわけですね。で、1つね、参考として私が今まで本当にずっとこういろいろこう見てる中で天気予報図というのを、ね、書いてみました。もう必ず我々としては攻めと守りを、ね、両軸でということを言っています。